中川虎之助中川虎之助から1926年3月16日は日本の政治家、実業家、監視人。衆議院議員、徳島県上板町出身。中川正次郎の三男として、板野郡上板町人宅で生まれる。号は鶴剣岳。実家は政党業を営む。1891年。 全国各地の農民ら約300人を引き連れ、石垣東名造地区の開墾に着手。1895年、八重山製陶業株式会社を設立。しかし、マラリアや二度の台風で挫折。1901年、台湾に移住し、製陶所を開設。その後、1908年、51歳で、第10回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。 1912年に再選する。普通選挙を唱え、1925年に不戦実施の石地を作った。また、在任中に、ナルト家教の提案をするなど、卓抜な指揮権を有した。1926年3月16日、68歳で没する。ABC、阿ワ人物史。 p161https コロンスラッシュスラッシュ ryukyushimpo.jp スラッシュ okinawa-dic、ok、スラッシュ pren try-42357.html 中川虎之助2003.31ありがとうございます